ままずは安全性の検証これを最優先に取り組んでいいきたいと思います、まあ、そして、えー、ガバナンス、えー、企業風土の抜本的改革を推進し、再発防止策の実行による、一、まあ、日でもですね早い、えー、信頼回復、これを果たし、まあ、真にコンプライアンスを順守する企業体へと生まれ変わると、これを何が何でもやりきることが私の責務だと思っております。 特定の事業部門でずっといたわけではなくて、ですね素材系の知見もある程度あり、機械系も知って、本社も知っていると、今、全社的にですね再発防止、信頼回復、それから、えー、企業風土の改革をやっていくというのに、えー、適しているのではないかというふうに判断されたのかなと、こ私では理解しております。 これはですね、3月7日でございます。その場で自宅する旨を回答いたしました。当社複合経営ということで、素材から機械までございます。そういう意味でいきますと、会社全体で再編、統合ということは考えにくいというふうに考えております。選択肢の一つととして例えばアアライアンスですとか、M A これをこれについては排除しないというふうに考えております。社長という任務を受けた限りはですね、2店の覚悟で臨んでいきたいというふうに思っていますし、できるというふうに私は思っております。